真相解明の時間です。横浜にある探偵事務所ネメシス、天才探偵助手がポンコツ探偵と難事件に挑む。恐るべき事件が始まる。窓と呼ばれております。夢の中で私と会っていますよね。ほら、犯行現場は夢の中。ずっと変な夢見てんだろ。確信がないんです。次々狙われる仲間たち。殺された。次々とあなたの大切な友達が死んでいくのを見てどう思いました。あれが全部八千代ってこと。夢じゃない。夢は一つずつ現実になっていく。アンナ、この数式を黄金螺旋の方程式ぐらい知っとけよ。そこでこの天才風間、起死回生の一手を考えた。謎を解くたび誰かが死ぬ。なんだこれは。まだ悪夢は終わってない。映画ネメシス、黄金螺旋の謎。おい、アンナ、どうなってんだ。風間さん。風間、裏切り者は誰だ。